今度からだから、わかりました。あの、確かさ、来るじゃん、たまに、この、ここにさ、なんだっけあれ、コレクションイベントか。コレクションイベントが来ると思うんだけど、あれをね、買おうかなって思います、今度からは。もう、その場で買う。正直、今回1万8000円かけたけど、1個も出なかったと。だったら2万4000円かけて買った方が安いなって思いましたね。2万4000円だっけ ?3 万6000円 ?2 万4000円かな。そう、明らかそっちの方が安いなって思いましたね。で、しかもかっこいいしね、基本的に、そのコレクションイベントのスキンは。まあ、今回ね、かっこよかったよ。かっこよかったからよかったんだけど、ギリギリ。いや、こいつとかもうマジいらねえからな、買ったけどさ。なんでこのワンちゃんは。結構前なんですが、パケロス対策におすすめの何かを伝えたんですが、聞き逃してしまった。パケロス対策は、サーフシャーク VPN っていうのをね、入れるといいと思います。あの、俺の URL から飛んでいただけると神です。俺が今通してるやつだね、サーフシャーク VPN ってやつ。あ、今ヒュエルの広告出てますね。こちらヒュエルといって完全栄養食です。美味しいです。美味しいし、まあ、栄養全部取れるんでね、気になる方はぜひぜひクリックしてみてください。安いやと。オープン VC で、直接相手に伝わるように言うのと、配信で何してんだよっていうのは全然違うって分かってない人も多いよね。ああ、そうだよ。俺これもよく言うのよ。お、俺がよく言うのがさ、なんだっけ、あ、そうだ、俺がさ、よく配信で、おいって言うじゃん。何やってんだよって。マジかよ、味方みたいなこと言うじゃん。ってのと、あの、オープン VC で、お前何やってんだよって、こう、言う人？なんか同じと思ってんだけど、全然違うんだよっていうのもね、あるよな。そう。配信はさ、見に来た人の責任なんだよ。だけど、オープン VC は伝えてんだよ。そう、だから俺は、心とか、配信中に、うわ、マジかよっていうのはいいよっていうのもそうだよね。うん。何やってんのっていうのは全然構わない。そう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 。それを結構知らない人が多いね。シュンシュンさん、そういうことやってると、配信来た人が不快な思いになっちゃいますよ。知らんかな俺がもう不快なんだよって。もそもそも見に来てる時点でそいつやべえだろって、なんでゼロダメージの人を擁護しないといけないんだ俺がっつって、ね、そういう話をよくするんで、それもそう。それをオープン VC で俺が例えば、お前何やってんだよってふざけんなよって言ったら俺は化け物なんだけど、そう、配信なんてね、一人でやってるやつをさ、垂れ流しにしてるもんだから、言ってしまえばねえそう、不快なら見んなよってな別に俺そこまで配慮できねえよってこんにちは。ヒュエルの広告ってシブさんにも出てる？お、マジで結構でけえとこやってんだな、いいな。こんにちは、ライチョウ様、ティアワンサブスクギフトありがとうございます、感謝です逆にね、逆に暴言ありがとうなのか珍しいなやば、バケモンじゃんそいつあんま割られるぐらいあるだろすごいな、俺ですら割られるわ。それそいつすごいな、神かもしんないな。シールド割られたことないかもしんないね、ヒュエルの割引の招待コードを知るんですが、シュンシュンさんのコードであったりしますか。いや、なんか俺の URL から行くと 10% オフみたいな話聞いたけど、どうなんだろう、違うのかな。確か、そう、俺のリンクから飛ぶと安くなるみたいな感じだった気がするんですけど、俺の記憶が間違っていなければそうのはず。チャージライフルか。いや、チャージライフル持たなくていいな。お、来た来た、こいつよ。あ、あとこれも来た。これだよな。この2つが今、神だからな。すげえんだよ。うんま。
ね、俺の話聞いてるとちょっとね、そう感じる方もいると思いますが、俺は治れないとか治さないし、そもそもそれやだなって思う方はね、早めにね、やめとくといいかもしれないですね。俺本当だよ、俺やべえよ、俺マジで。この世にいなくなっちまうよマジで監視されていたら申し訳ないけどマジで絶対そうなっちまうよ確かに死んじゃうまさかね、こんなにとかリピーターってやっぱね、弱体化が一切入ってないから強いよな。もうね、みんなぜひぜひ早めにね、気づいておいてください。私はこういう人間だし、人間だからちゃんとメンタル壊れるしっていう、でも言うときは言うしっていう多いね、マジで多い、すごい。もう味方にめちゃくちゃボロクソが言われたことあったわ、一回だけ。一回嘘、結構多いな。デュオやばいんだよな、怖え、めちゃくちゃ言ってくる。恐怖映像だ、恐怖映像。なんか俺、ケアパケがいつ落ちてきてるのかわからん。こんにちは。そうなんよね。そういうもんなんですよ。負けたときはちゃんとへこむしね、俺。マジか。マジ、なんで今負けたんだってなるから。敵のシールドは敵を発見。こっちに敵がいる。おいい。お待ちかね。ジップラインの時間だよ。逃げるのは不可能だ。お？あ、いた。リロード中だ。敵を仕留めた。リロード中。大丈夫だよ、マジで。最初はロングオーナーするだろうって鼻で笑ってました。それはあるかも、確かに55ダメージの方がいいだろう。そんなことはなかった。なんだこのリロード速度は、速すぎる、あまりにも最強か。フォローありがとうございます。エネカク、コラボしてる時に知り、シュンシュンさんやん、シュンシュンさん仏やんと思ってました。外人見たらちゃんと人間なんですよ。そう、コラボ時はね、俺、あれだから、人間やめてるから。いや、まあまあ、どんまいどんまい。一人になると、おーいって。もう、バケモンです。すいません。これが私なんですよ。本来の私はこう。まださすがにこの状態でやってもいいんだけど、どうなんだろうってちょっと思っちゃうよね、正直。そう。そう、俺マジ人と遊んでるときチーターに殺されてもずっと笑ってるからね。一人でやってるときは、またチーターかも終わりだってなってるけど。そう、人と遊んでるときの俺はマジでやばい。何されても、ああ、こいつ面白いやつだってなるから。昨日、リョウと組むことになって、そのうち一人が単独効果即死して、おいおい。いや、ほんとだよな。あ、さっきでもすごいのいたよ。リョウで、単独効果してって、両方死ぬっていうね。でしかも両方俺を招待してくるっていう。バケモンいたわ。人間だもの。なんかね、なんだろう。リピーターね、当てづらいって感じる方はね、ちょいダメするといいかも。一段階。これ。これぐらい。これぐらいで打ってもいいかもね。ダーン、ダーン、ダーンぐらいで。そうすると、当たり判定が常に、1.25 になるんで。結構強いかもな。正直。どこだ？こっちにいいものがあるのかも。オーケー。そう、私は人間です。機械ではないんですよ。お、結構舞台減ってきたぞ。いいね。いや、今日なー。300は盛りたいな、300。こんにちはー。お疲れ様です。貯めたら玉でかなる。そうなんですよ、実は。貯めないと、ちょっと慣れが必要。貯めないとね。
だけど貯めなければ当たり、貯めるとなんか当たる、あれってなんか当たるぞってなるよマジで。あの574848 50みたいな感じになるから。でそれで少しずつ感覚をつかんできたら連射、あの574242でいいと思う。感覚つかむまではとりあえずそれでいいと俺は思ってる。なんかね、あ、こんなんで当たるんだってなるよ、慣れてくると。そう、当たり判定違うんすよ。一時的にエルスター超えるからな。そう、エルスターが、1段階目なんか 1,2,3.5 みたいな感じだったかな、弾のデカさが、あの数字的にね。だけどリピーターは 1.25 なんで、一瞬だけエルスターを超える100とか入るからね、スカルピアサーついたりしてると気持ちいいんだ。てかなんでこいつ許されてんだろうって思っちゃう。だってさ、スナイパーじゃんもはや。でさ、スナイパーって今24発しか持てないと思うんだけど、ヘビーって60持てるやん。それがおかしいよなこいつ。なんか昔のロングボウ使ってるみたい、あのヘビーアモ時代だったさ、ロングボウ。いや強えんだよ。てかね、なんとかね、いや結構外したな、マジか。あれ弾めっちゃ残ってるってなるのがリピーター。そう、それがリピーターなんだよな。いや全然当たんねー、俺なんで俺170持ってんだみたいな。弾持ちが良すぎる。バトルオファってマジでさ、結構弾問題あるからね。いや、ウィングマンがな、ヘビーだったら俺使うわ、正直。そう、あの、ウィングマンハボクとかにして、撃ちまくるわ。やっぱなぁ、あいつなぁ。スナイパーアーモンになってからマジで使い勝手悪くなったからなぁ。で、ウィングマンってさ、昔さ、1スタックで足りたもん、ぶっちゃけ。だから2スタック持ったらもう最終円いけちゃうみたいなさ。だから強かったけど、今、4スタックぐらい持っても足りねえからな、正直。で、なんだ、アサルトキャラクターで2スタック持つとしてもだよな、アサルトってヒューズとかしかいねえし、レイスがアサルトだったらワンチャンありかもな。ウィングマン3スタックで140何発持って、 100何発持ってか。でもいやー弱いな、やっぱりウィングマンの強みはリピーターと同じで弾持ちが良すぎるとこだったからな、昔は。エビーなんでかなー。あー、それ面白い、それおもろいわ。了解、これちょっと一旦上にいようかな、味方が移動するまで。ん？ OK、 ちょっと待って、グレ10個とか持ってもいいからな。あとリピーターはね、打ちやめすんのもいいんだよね、打ちやめ。あ、これ当たんねえわと思ったら一回打ちやめて再チャージしてもいいよなっていう感じ。マジでね、リピーターはその感覚ができる。あと打ったらリロード、打ったらリロードとかやってもいいかな。ずっと打てるよ、無限リロードがね。デュアルシェルになったのが強いんだよなこいつ。隙がない、隙が 0.4 秒だったっけ、リロード1回1回の。マジで隙がない、普通 3. 何秒とかかかんのに。そんな僕もなんか皆さんリピーター強に入りましたよ、マジで今熱い。来シーズンどうなるかわかんないけど、てか世界大会があれらしいんだよな、なんか3位使用率そう高すぎたから、多分弱体化入りそう。意外と当たる、さ、腰打ちで滅ぼせるワンちゃん、強えんで。いないな、どこだ。おい、もうこれで90ダメージやで、強くね。パッケージ。むっ、こいつ神の避け感してやがる。結構当たる。天才おったわ。
なんだあの腰振り。すげえ。うわ、それ迷うな。でもダブタはな、強いけど、弾消費すごすぎてな。240持ってもギリギリって感じだから、ちょっと難しいな。単発系の怖いとこ出たな。全然当たんなかった。こいつすげえな。それフラットラインっすよ。すげえな、こいつ。天才かもしれん。昨日のあいつか？このスキン。あいつだったらわからんでもない。あいつ、マジでリコイル制御なかったからな。このパスファインダー、あいつか？縦反動ゼロの男かもしれん。こいつ反動制御やばいな。え、すごいな、マジで。しかもあと打ち込みがマジで早い。いや、わかんねえ。とりあえず最強ではあるね。なんか、すごいわ。いや、似てるな。昨日のパスにすげえ似てるんだよな。あいつマジでよかったからね。反動、なかった。ハボックをさ、100メートル先に向かってさ、全部当てるっていう神いたんだよ。あいつがいる。正直結構似てるな。まだいるんだそこ、よくわかんねえ。てかフラットラインでリピーターよりまっすぐ飛ばしてくるってよくわかんねえんだよな。俺はちょっと怖いって思うわ、正直。うお、早っ。いや、早いな。やっぱ反応が早い気がするわ、かなり。ちょっと俺はこいつは危ない人物だと俺は思う。ちょっと怖え。3歳反射神経早すぎるぞ。ちょっと怖いよ。あそこ俺今日あれだ、今日ってか今俺パスか。3歳エイムってことか、これがすごいな。可能性を見せてくれるじゃないか。フラットラインってのが怖えな。最近フラットライン持ちやべえんだよな。残り時間は30秒だ。そいつらやばくない？強すぎじゃない？正直ちょっと俺やばいと思うけどな。将来有望すぎるな。ちょっと反射神経がマジで3歳児なんだよな。神の子だわ、神の子。リロード中だ。うん、そっち行きたいね。殺してくれ味方、頼む。そいつ味方、それ円外。味方1枚1枚頑張れ味方。ナーイス。なんで勝ったの？
何これ、ありがとう。待ってね、拾うね、危ね。新しい技が使えなかったのかしら。天才か。もはや俺ちょっとなんか応援はしてたけど負けだと思った。やる、ナイスナイスナイス。あの浅野浅野神じゃん。ちょっとこれ味方神だね、これ。やった、いやノックダウン。スナイパーストックあった方がなんか当たりやすい気がするな、たま。待って、俺ちょっと、あー、どうだろう、展開したらやばいかな。5部隊か。え、何が見えてんの。もう待って、何が見えてんのが多すぎる。フォローありがとうございます。何これ。え、お、あ、リングか、これ。これ、マジで、じゃあ、こいつらとは一騎打ちかな。転がるように。よいしょ。これ、いいんじゃない？お！なんかカエルみたいなやつがいる。よっ。あ、ワットソンだ。やるな。こんばんはー。モサニキだったわ。カタリスターだ、カタリスター。見えない。フォロー、フォローありがとうございます。左にいるのか、これ。あ、やり始めた。これ勝ったんじゃないか。これやり始めたぞ。カービンか、いいね。あと1部隊ここら辺にいる気がするぞ。あ、あれ。ナイス、味方強い。天才じゃん。それ勝つのは神よ。素晴らしい。ナイス。あ、いいな。俺これが当てたかったんだよ、本当は。このエモート欲しかったんだけど、当たんなかった。220個回したんだけどな。ナイス。みゆちゃん丸様、200ビッツありがとうございます。いいね、ちょっと目標に近づいた。漏れてる漏れてる。イネミール様、200ビッツありがとうございます。ジュジュ、いいね。めちゃくちゃ招待してくれるんだけど、すまね。多分次俺が発狂すると思う。なんで負けたんだよって言っちゃうから、すまんな。フォローありがとうございます。